どう西村孝優ですシリーズウィーケンド西村第258回の配信です10月5日配信号となります、えー、今日はですね、えー、環境問題の背後の危機というタイトルでお送りします、えー、環境問題がですね、えー、大きく取り上げられる時というのはですね必ず実は えー、その背後に、えー、大きなその隠された陰謀があるということが言われています、えー、実はですねこれはの三浦小太郎さんが、えー、前あの書いていて私もちょっと思い出したことがあったので、えー、ちょっとあのご紹介しますがこれ常識だったんですがもう時,時代が時間が経つとあのつい忘れてしまうんですね。それは何かとというと、えー 1980年代にヨーロッパを中心にですね反核運動がものすごく盛り上がったことがありましたでそれがその要するにまああの環境問題と結びついた形で反核運動が、えー、盛り上がったんですがあの実はその時その背後にですねソビエトロシアの存在があったんですね ソ連のの共産党がその動きを盛んに煽っていましたでなぜかというとですねちょうど冷戦真っ、まあ、ただ中そしてだんだんアフガンの侵略にも失敗したソ連がですねだんだん追い詰められていった時ですねでその時に実はヨーロッパにですね中距離弾道ミサイル 核ミサイルを SS20 をソ連が70年代の後半から配備を始めてですねえそしてえそれに対抗するためにですねえ実は当時ドイツはですね社,会社会民主党政権だったんですねシュミットがですねえアメリカのパーシング2というですね、えー 中距,離中距離弾道核ミサイルを、ね、SS20 に対抗する形で、えー、実は、えー、配備を進めたんですね、でその時にものすごくその、えー、原子力発電を非難する運動が盛り上がったと,と同時にです、ね、それと同時に要するに反核ですね、反核の運動として核ミサイルの配備などはあ許せないと。 いう運動がが、えー、ドイツを中中心ににヨーロッパ中に広がったんですねでそれは、えー、なぜ行われたかというともうはっきりしてるのは30年前のこと,ことですから今振り返ってみればソ連の,の SS-20 という核ミサイルの優位性を保たせるためそれ以外の目的はなかったわけですね。えー それと同時にチェルノブイリの事故もあったりしてそれがその環境問題に拍車をかけて反核運動にも広がったというそういった背景もあったわけですしかしその背景に今言ったようなそのドイツのですねえにアメリカの中距離弾道核ミサイル S パーシング2の配備 に対してのの反対運動というものが大きく目的にあったわけですね。で結果的に、えー、社会民主党のシュミットがですねそれを配備したことによって、えー、ソ連は、えー、対ナ NATO との軍事戦略を変更せざるをえなくなってですねそこで力の均衡が生じてそしてやがてレーガンのアメリカのレーガン政権によるその えー、ソ連に対してのさまざまな締め付け、えー、そういったものに、えー、対抗できなくなって、えー、そして、えー、結局冷戦の崩壊ベルリンの壁が崩れ、えー、そしてソ連そのものが1991年にはなくなるというそういう時代背景があったわけですね。で今考えますと実は その時期っていうのは先週お話ししました朝日新聞が日本で日本ヘイトキャンペーンを始めた頃と重なっているわけですね。でそれはなぜ重なるのかというと要するにヨーロッパの冷戦が終わったということと関係があるからです。ヨーロッパでは冷戦が終わって共産主義が敗れたということに なったわけですねしかしそれは形の上だけであって共産主義という名前を言わないだけで姿を変えてですね、えー、西ヨーロッパにも広がったしそしてアジアが実はその大きな根城になったわけです。ですから毎回言うように 東アジアの冷戦構造はヨーロッパは30年前に冷戦は終わったにもかかわらず現在アジアで冷戦が続いているということにもつながるわけですねヨーロッパで冷戦が壊れた分ですねそ,その分が東アジアに回ってきたと言ってもいいわけですでこの前の,あの9月に行われた連合国国連の総会で、えー、グレタさんという えー、16歳のスウェーデンの女性がですね、えー、なかなか問題のある女性なんですが相当エキセントリックであってですね、えー、環境問題を考えるために飛行機は使わないとだから船で来たんだというわけですが、えー、非常に論理的におかしい部分があるそういう女性にもかかわらず、えー 一部ののメディアはものすごい称賛しているわけですね。で、その背景に何があるかっていうことを考えると30年前の1980年代に行われたそのソ連が背後に隠れた反核キャンペーンが何であったかということをそれを思い出すと非常に分かりやすいわけですね。えー、実はですねもう今から、えー、これ3年前になるんですが。 えー、ああすまません間違えましたこれは去年ですね去年の6月にですね、えー、アメリカの下院がですね、えー、アメリカの有名な環境保護団体 NRDC この NRDC という環境保護団体は実はあの連合国国連のグレタさんの演説にも関わっているそういう団体です。でその団体は実は実 20年間にも及ぶ中国共産党との関係があるんですね大きな資金援助を受けていたですからそれが昨年の6月にですねアメリカの下院で実は問題になってこれ記事になってるわけですところがですねこの報道が全く日本ではされていないわけですねですから、えー、30年前はソ連だったのが今はどうも中国共産党に 変わわっったと言っても間違いないなけですね、えー、そして、えー、これなんでアメリカの会員で去年こういう動きが出たかというと、えー、ボイス・オブア・アメリカ、まあ、これはアメリカの政府の,そのプロパガンダメディアの一つであるわけですが、えー、VOA の報道によるとですね、えー、この、えー、環境委員会の共和党議員たちがですね、えー、シナの当局から資金援 提供を受けているアメリカの環境団体自然,自然保護保全協会、えー、これが NRCA ですね、えー、についてその問題を提起したということになってるわけですねでこういったことがあってですね外国人によるその介入というものはこれは、えー、犯罪にもなるだろうでチャイナからの資金提供というのはアメリカへの干渉になるんだと。 いうことで、この、えー、環境団体にその疑念を示すような動きがあったわけですね。で、これと同じにですね、実は、えー、別のメディアでですね、えっ、ー、と、これは、えー、やはり去年、去年の10月なんですけども、お 同じテーマでこれはあの、えー、エコロジーニュースというですね要するに、えー、エコロジーの専門のニュースサイトにこういう記事も載ってたんですね。米国で活動している環境活動グループは実際には共産主義の中国が運営するフロントグループかもしれないという、えー、記事が載ったわけです。えー、つまりですね、えー 環境主義者というのはですねこれまあアメリカのことですがこれは去年デイリー・コーラーという保守系のメディアが報道しました環境保護の多くの有名人は環境保護と絶滅種危惧を救えということを言っているがそれが邪悪な反米アジェンダのカバーとして、えー、使用されていてそして中国共産党の反米、えー 主義に実は、えー、加担しているんだとですから地球温暖化の問題もですね、あのー、本当にその二酸化炭素が原因なのかどうなのかこれについてはその、えー、気候変動と地球温暖化これは、えー、大きな問題であることは間違いないわけですけどもそれを要するに逆に、えー、科学的に根拠はないにもかかわらずもしですよ えー、CO2 が原因であるというようなプロパガンダが、えー、それは完全なプロパガンダだとするとですね環境問題を利用した別の目的に使われているスローガンだということになるわけですね。で実際あの現在ですね CO2 がどんな状況なのかということをですね、えー、これちゃんとあのしっかり 見るる必要があると思うんですね、えー、つまり地球上の中でどういうところがですね、えー、汚染されているのかということなんですね、えー、ちょっとこのサイトを見てくださいこれはこれ今,今ご覧になるとわかりますエアポリューション・イン・ワールドリアルタイムこれはですね要するに、えー、現時点ですねリアルタイムでえー 大気の汚染がですね。どのようになっているかということはわかる。そういうこれ地図なんですよ。これ、これです。これ、今、この番組を収録している時のものなんですが。で、これを見るとですね。本当にひどい場所っていうのはですね。これ、昨日見たときは日本はそんなひどくなかったんだけど。今、日本が。 えー、ちょっとひどくなってますが、えー、一番ひどいのはですねこれはチャイナなんです、ね、シナが一番ひどいそして、まあ、インドもうーんそこそこひどいやはり人口は多いとこしかしチャイナの異常さはすごいですねそれと不思議なことに、えー、インドの北部からこれは、えー、本当にこれ奇妙なんですがえー パキスタンにかけてるんですね、えー、そこも非常に汚染されてる、まあ、これが今これ収録されてる時点でそ,のそうなってますね一番その、えー、汚染度が高い色が表示されているわけですところが日本はですね、えー、そんなにひどくないまあちょっと今東京がここ高くなってます でこれを見るとですねうーんチャイナが一番ひどい状況にもかかわらずこれだけその空気汚染がですね、えー、住んでる一番進んでるのはシナにもかかわらずなぜ他の西側先進国が 解消しなななけけければいいいのかととうことになるわけですねだからこれは逆に言えば中国共産党の,そのプロパガンダであるということも言えるわけですしそれと今日冒頭申し上げたように、えー、かつてドイツでミサイルの配備を行ったときに環境問題を起こして、えー、そして、えー SS、あーパーシング2という中距離弾道核ミサイルの配備をですね やめさせようとして動きがあったんですが、日本に当てはめてみるみるとですね、現在南西諸島に、えー、配備をしなければいけない、えー、陸上自衛隊の地対艦ミサイル、それは別にあの現役ミサイルでもないですしあのー、しかもお中距離弾道弾でもないですし核,核ミサイルでもないわけですね。では日本はもし本当に、えー、核ミサイルをですね。 中距離弾道弾を本当は配備しなければいけないわけですねこのままもし朝鮮半島が核を保有したまま残ったとするとですね日本は当然それが必要になるわけですがそうそ,そんな以前の段階でですね単にその宮古海峡を通るそのシナの海軍の船を牽制するための地対艦ミサイルの配備だけでも今ものすごい反対運動が あの目立っては言いませんしかし、陰にようにですね、ひ、え、そ、ー、かに行われているわけですね、石垣島と宮古島で、そして NHK は、えー、変更報道までしたわけですね、そのミサイル基地の置かれることによって、えー、川が汚染するというフェイクニュースを「朝一という番組で行ったわけです。 つまりその背後に中国共産党がいると言っても間違いないわけですね。ということで後半にいきます。<music>